面白くなくても聞け <laughs> 僕は、まあ、ポリシーとか僕の中の決まりとして、ラジオで、心霊関係の怖い話をしないっていうのが、まあ、あるんですけど、まあまあ、でも、こう、ストレスがもし、こう、どんどん溜まってったら、そういうルールがあるのに嫌になって、まあ、いつか破るかもしれませんけど、今日は、 えー、そういう怖い話をするんじゃないのっていう感じに、えー、なるかもしれませんけど、今日はしません。怖い話をしませんっていう。前置きをしないと、怖い話嫌いな人って本当に嫌いだから。まして、こう、夜、だいたい今、あの、僕の思うラジオを聴くライフスタイルって、こう、座って、机に向かって、高校と明かりがついてるところで、これで、ドレスを着て、 で、ちゃぶ台の周りに友達5人でっていう感じじゃないでしょ。ね。一人でもう、もう寝る支度をして、チンポは出して、ほいで、だってほら、うっかりエロいこと言った時にもったいないから。もったいないから、あの、チンポは出して、ええー、と、なんならスキンをつけて、で、まあ、 部屋を暗くして聞いてたりして、しかも、頭のスイッチがいろんな、こう、その映像を浮かべようと思って聞いて、まあ、くださってる感情、僕は想像をしてるので、実際そうかどうかは知りませんよ。ね、ね、ね、でそうじゃなくても別にいいですけど。だから、その怖い話、怖すぎちゃうから、音声で入ってくる怖い話、心霊関係の怖い話、怖すぎちゃうから、えっ、ー、と、もう、怖い話になりそうだなと思うともう聞かない、もうその時点でスイッチ切っちゃう人とかいると思うので、まあ、 しないんですけど、それをこう前提にね、それを頭に置いて、ちょっと安心して聞いてもらい、ちょっと、どうしても怖くなりそうな時には、あの、一歩くださいね。そこ、例えば、もう5怖いって言ったら、10、えっ、ー、と、金玉袋の、金玉袋をしゃぶるのが好きなおばあさんの話を、少し怖いじゃん、それ。お化けじゃないけど、少し怖いじゃん。しかもさ、エッジをするのが好きなおばあさんならいいけど、 金玉袋をしゃぶるのが好きなおばあさんだと、金玉袋だけ、こう、いくつか持ってる感じですがすごい怖いじゃん。ね。あの、まあ、それは、あの、一方くださいって一方の出し方も教えてないしね、全然ね。まあまあ、その、あの、すごい、すごいお化けの怖い話にはもいかないお約束をしつつ、しつつですけど、えー、っと、<laughs> エコを切ろうか。<laughs> こういうエコを切ろうかの時に、 そのエコーを操る、操る男ですよ。ね。エコーを操る男、ミキサーのお壁ね。すごいですよ、もう。長年やってる技術者だから、僕が何か喋るのから0.1秒遅れてくぐもった声で俺の真似をして小さい声で同じことを喋ることでですよ。もういかにも残響な感じをする。ね。 岡部ご兄弟です <laughs> ちょっとずつ1秒ずつ遅れて小さい声で俺が「ジャンク」って言うと「ジャンクジャンクジャンク」っていうのを言う <laughs> まあその岡部五兄弟が「エコー切ろうか」ーーってその顔を見たら「俺は結構前から思ってたよ」っていう<笑><笑>あの感じ例の長くなるやつだもんねっていう感じのね。ちょうどその ラジオじゃやらないし、あとテレビでも、心霊特集とか、怖い話特集って呼ばれたりするんですけど、なんかこう、めんどくさいすると、ね、すその、怖い話すると、なんなんでしょうね、怖い話する人イコール、霊能力がある人みたいなところにこう、入れられ、入れられがちなんですでも、まあ、もう僕、それでも、それをしょって、それをしょって、 女房を養っていこうっていう段階に来たら、それはね、髪の毛もま真,真っ黄色にします。ね。それから、和服も着ます。ね。何かの泉ですよ。カウ,カウパの泉、カウパの泉をどくどく沸かせていきますけども、そういう覚悟もなくいい時間帯でテレビで怖い話をすると、伊集院さんも霊感あるんですかみたいな。僕思うんですけど、僕お化け信じてないです。 その、えっ、ー、と、な、なんて言うでしょう、その、死んだ後の、その人、死んだ後も人が、その、えっ、ー、と、活動を続けます、みたいなやつは、あんまりこう、信じて、あんまり全然信じてないんで、その、思うがゆえにはわかるんですよ。なんか、その、影響っていうのは残りますから、あの人は、こういうの嫌なんだろうなって思うこっちの気持ちで何か変わることっていうのは全然あるんですよ。ね。えー、けど、僕、幽霊を信じてないんで、 正確に言うと、幽霊は、は和乳道以外は、和乳道だけは信じてます。俺、和乳道見たことあるから、寒月で。寒月で。 ワニューか、整備不良でホイールだけ外れて、俺のバイクの方向かってきた、その、デカめのアルミホイールか、どっちかだけど、どっちか、ていうかアルミホイールだけどね、本当に死ぬかと思ったことあるからね、関月でね。で、その、うん、信じてないのに、 怖い話、僕大好きで、怖い話を人から聞いて、で、それに、こう演出をこう変えたりとか、喋り方のこう怖さを研究して、人を怖がらせるっていうのは、すごい好きですから。だから他の人から、がやったんじゃ全然、なんてことないとか難しい話なんですけれども、僕はその、こう対面して喋ってる、後ろのところで、大きな鎌を持ってスタッフ控えさせてますから、もう怖いっすもん、もうみんな。<laughs> これ怖がんないとカマで首スパっていかれるって恐怖が乗ってますから。で、その、怖い話すると、必ずその、イコール例を信じるになるわけですよ。ね。それがよくわかんないんだけど、じゃあ藤子不二雄 F ってドラえもんいると思ってねえだろっていう、別に、<laughs> ね。あ、赤塚不二雄仮面ライダーいると思ってないでしょ。水島信二さんはちょっと怪しいんだよね。<laughs> ドカベンが、たまにいると思っちゃうから。 今シーズンは日曜日に、あの、白縫いが入ったからってすげえ言われたことあるから、よかったねって言って、お前、お前次第だろって思いましたけどね、その、時は。それでなんかその、久しぶりに、自分の番組で、その、怖い話をやる、怖い話を使ったバラエティをやろうと思ってまあまあ、僕の好きなパターンなんですけど、怖い話を聞かせて、それでて喋りの下手な芸人を、えー、に、それをこう、その、 なんとか口実じゃなくてなんつうのえっ、ー、と香典か香典その、えー、僕の口でえっ、ー、とあのこうそいつの耳にまあちょっとたまにペロッて耳舐めたりするんですけど <laughs> 急にですよそのセーラー服の女の子がちょっと内緒話してそれだけでももうおちんちん立ってるにもかかわらずあのねっつった後にペロッて舐められたらもうダメ出ます <laughs> カウパの泉がドク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 出ちゃいますけども。 ごめんなさい、僕何の話してましたっけ <laughs> <laughs> 僕今自分でしょ想像した女の子が、エロくてエロくて、学級委員なんだぜ学級委員なんだぜ <laughs> なんでそんなことするのねで、その、そう、怖い話を、こう、公伝、その、僕が教えた怖い話を、その、えー、っと、喋りが、あんまり得意じゃないっていう。 え、体力派の若手芸人にやらせるみたいな、まあまあ僕は好きでそういう企画をやるのに、元々の怖い話を、この2ヶ月間ずーっと考えて、ずーっと考えてて、あの、人からこう聞いた怖い話に、さらにこう演出を変えるパターンとか、あと、その自分が経験したことに、そのいつも全然こう否定している、霊的なことみたいのを入れるっていう、その霊的なことのモードで考えたら、 いくらでもいけるじゃんって。だから、茂木先生が大体脳にこじつけるのと同じ感じで、ね、え、は脳にいいんですよ、みたいな、そういう感じなんですよね。アハ体験みたいな。ありますよね。こう、アハってなるときって、それ出る寸前だよって。それが、その、<laughs> やつのモードを変えていくと、できるわけですよ。例えば、ほんの、その、もうラジオお聞きの皆さんですからいいですけど、 ほんのちょっと些細なことでも、そのモードを絶対怖くすると思うときと、絶対面白いことにつながらないかなと、怖いことにつながらないかな、面白いことにつながらないかなっていうだけで、これ全然違うわけ。例えば、えー、お化けまで行きませんけど、お化けまで行きますからあ、安心してですよ。あの、もう、早くおちいちをしまって寝ようとかしなくて大丈夫です。<laughs> いや、例えばうちの神さんと話してて、うちの神さんが、なんか、なんかの表紙に、 なんかうちの神さんがちょっとしたこう、なんか登録をするときに、ニックネームを決めてくださいみたいなるじゃん。それ自分の本名はわからないように、なんかニックネームを決めてくださいみたいなやつをやるときに、自分でデタラメな名前考えようって意外にできないわよねっていう話をしてて、もうそれだけ。それだけのことでもう自分の中で怖いっていう方に、そのスイッチ傾けようっていうその脳のシワの畳じわみたいなのがついてると、自分ではデタラメな名前をつけたつもりだけど、 あと考えてみたら、これデタラメじゃないわ、こいついたわっていう時って嫌じゃん。嫌じゃん。でもそれだけで、その、怖い話っていうのをこう設計していくから、ゼロからじゃないよ。<laughs> 一番薄いやつは今ぐらいの。<laughs> 今ぐらいのやつから大体完成していくんだけど、だってその、えー、全然その違う、デタラメの名前が作れないっていう、その変なデタラメの名前はあるわけじゃないですか。 尿管結石コッツンっていう名前だって付けられるわけじゃないですか。<laughs> 意外に付けられるよっていうのも全然できるじゃないですか。だからその、もうこの 2, か 2, 2週間、半月ぐらいはずっと怖い話をすごいつ作ろう。怖い話をかん、まあ、作ろうって言うと、え、じゃあ全部作り話なんですかみたいなこと言われるんで、そうじゃねえんだけど。 えー、8割方できてるやつの演出変えたり、喋る順番変えたりとか、端折ったりとか、それからあと声のトーンを変えたりとか、そういうのも含めて、ね、怖い話はどうやったらいいかをずっとこうやって考えてた。ね。もう,う、そうするとさ、うちの嫁さんしか試したいとか言らない。その、一緒に番組やってんのが若手だから、で、やらされるのがいつも合ってる、そのお天気とかの連中だから、お天気に試せない。試したら、 覚えちゃうじゃん、あいつら。覚えちゃうから試せないわけ。で、若手にも試せないわけ。で、言ってその友達が少ないから、うん、まあ、なんだろうね。今までの俺の今喋った、今日11分53秒喋った中で、一番ちょっとゾッとするのは、そうだよね、友達少ないよね <laughs>、そこだけどね。明るく喋ってるけど、そこだけどね。ね、その仕事上の関係の若手以外にいねえんだよね、っていう、その感じだけどね、一番怖いところはね。ね。あ、なんで悲しい話の畳状がついてんだよで、その、 言えないからさ。結局、神さんなんだよ。神さんにさ、ちょっといいかな、って。で、言って、しかもさ、その、期日が迫ってくるし、あと何度も何度も自分の中でこう考えてると、面白い話もそうだけど、何度もこう、かん、かん、頭の中でシミュレーションして、人に話してるとそうでもないけど、自分の中でこう一人でやってると、もう面白いんだか面白くねえんだから全然わかんなくなっちゃうから、怖いか怖くないかわかんなくなっちゃうから、ある程度こう自分の中でこうブラッシュアップしたら、それ神さんに試すとだけ。 それで、その、またし、やられたら、神さんに試すわけ。で、こっちも仕事だしさ、神さんもこっちも仕事だって分かってるからさ、夜中とか急に起こされてさ、あのさ、つって、ね、あそこちょっと変えてみたんだよ、喋り方変えてみたんだけど、つって言いながらさ、ずっとやらされててさ、神さんが日に日にやつれてく。<laughs> 多分、これを見た、その、えっ、ー、と、霊能者の人とかは、あの、霊をないがしろにしたから、あなた自身が一番困るのは、 奥様の調子が悪くなることですから、奥様の方に罰があったって、うっせだ <laughs> ってろ <laughs> 月曜、ジャンク、伊集院光ル深夜のバカ字柄。いやー、でもね、面白いな,なんか、その収録を、あの、足立区にある、まあ、理解のお寺さんに借りて、で、お寺さんで撮って、で、しかも夜じゃなきゃダメな上にさ、若手芸人ってこの時期、やたら細かいイベントが入ってくるさ、やれ、サマーソニックだ。 なんかどう同窓陣た叩き割り祭りとそんなやってんだ <laughs> そういうのやってるからよっぽど怖えよその <laughs> その祭りに参加する方がでなんか集めて、えー、そのお寺さんで夜中にやってるんだけどそこでまあ本屋前だからだけど、えー、一つなんか初めて実験的にやったのは抜群の西尾君っていうのはお化けも信じるしまあものすごい怖がる もう本当に多分俺が今まで見た中じゃ、抜群の西岡キングオブコメディのコのかな。まあ怖がいお化けが怖くてしょうがなくて。で、まあその、抜群の西岡くん、えー、怖い話を人に聞かせたい応対聞き くなないいって戦の <laughs> 将棋みたいにこう対面式で座って俺はとっておきのやつをしゃべるんだけど終わるまでその5分弱ぐらいの怖い話に3回タイムが取れて1分間面白くしていいっていう <laughs> 1>, 1分間まあその漫談をしていいっていう対決なんでまあ怖がりですでに先収録アニメで控え室からこうみんなの喋ってるの控え室1人でも怖いから来るじゃんから来て。 これで、そのお寺さんの中学生ぐらいの息子さんがテレビやってるっつうんで、で、見に来てるわけよ、夜。ね、それをさ、そ、ぼれその他のその前の段階のやつやってる時に、もう真っ青な顔してるわけ。西尾君が。で、西尾君もいろんなイベントの途中で来てくれてるから、夜中に集まってきてくれてるから、一緒がついて、西尾君どうしたのっ尾ったら、さん、夜中の寺に。 子供がいいるっていうケース実際にありますあるよここの子だもんって思うのよもう弾けないんだってこの子が万が一万が一この中学生がね万が一この中学生が。ね あの、こう、だってワンピースの T シャツ着てんだよ。新しい。<laughs> 新しいっつうのね。ルフィがなんかガッツポーズしてるみたいな T シャツ着てる。新しすぎだろうと思うんだけど、もうこれが、その、幽霊、確認した結果、幽霊だったらもう仕事ができないからっていう理由で <laughs> マスターオンだったのが。あとね、よかったのがね、ロリータ族ちゃんっていう。まあ、ブッチャーさんの教え子でね、あの、サンミュージックの若手の女芸人がいるんですけど、このロリ、ロリータ族。 いまあまあ、かわいい、かわいいんだけど、そのロリータファッションをしてて、それに見つかしくないような土下ネタを言ったりとか、まあそういう芸風の子なんだよな。まあ酔うとセックス情報っていう、ね、<laughs> まあ僕らの夢ですよね。夢の実現ですよね。いたんだっていうセックス情報つって。酔うと誰とでもやりたくなっちゃうっていう。でも、シラフの時にはディズニーランドが大好きっていう。<laughs> <laughs> ご飯を食べるお金を削ってでもディズニーランドに行くっていうこのギャップのある子なんですけどまああのー、面白いんで日頃とかもちょっとこうみんなで遊んだりしたいんだけどなんせヨウとセックス情報っていうの知っちゃってるからなんか飯食いこうか飲み行こうかっつってもやりてえんじゃねえかって思われるのも嫌だからね、まあ、まあまあ交流の難しい人なんだけどこいつの <laughs> これオンエアに絶対乗らないんで DVD にもしなることがあれば乗るかもしれませんからあれですけど んかみんなでさ怖い話をちょっと持ち寄って俺がじゃあそれをそのあの添削する怖い話赤ペン先生っつってそ、ね、れでその添削するって話をしたらこいつが下始めが下話が、えー「じゃあじゃあ続いてロリータ」っつったら「あのほら私クリトリスにピアス開けてるじゃないですか」っつって <laughs> そのスタートの怖い話ある私クリトリスにピアス開けてるじゃないですかっつって。 ある晩、セックスしてまして、もうあるンだけじゃん、もう、あるン以外、怖い話に出てくるワードがもうないじゃん。ね、稲川淳二さんの怖い話の冒頭で、ある晩は出るけども、多分クリトリスにピアスを開けてるっていうのと、セックスしてるじゃない、してたらって、両方出ないじゃないですか。 前に手をついてましてあの後ろからこうやってあのやっていただいてまして <laughs> 気持ちいいなーって思ってたんですけど <laughs> 何なんだよその気持ちいいな <laughs> 何なんだよそのちょっと純次順次チックのやつ何なんだよ気持ちいいなー気持ちいいな <laughs> 全然怖くねえ全然怖くねえ結果なんかそしてその気持ちいいなーと思ってたら <laughs> <laughs> コツンって音がした自分の下でコツンって音がしてぱって見たらピアスが落ちてた、ねまあ、よく怖い話でさ何々が落ちてましなんでしょうね元和風のものなんだろうけどこう落ちてましたよみたいなあ,あるじゃないですかあの感じピアスがコツンと落ちててあピアス外れちゃったのかなと思ったらなんか俺たちはあんまピアスの形状知らないけどさね、あのー、くるっとこう輪っか状になって止めてあるもん その止止めてあるところが止まったまま落ちてたん「たえー、っクリトリスが切れていたんです」っていう全然怖いけど怖いけどした横にいた田代さんがキャー「キャー」っつって「キャー」じゃねえよキャー」で俺たち分かんねえよもうそのクリトリスが切れちゃったキャーが全然もう全然。 全チチャッットそんな歌ですコンビニエンスハネム今どんな感じで聞いてんですかねみんなねあんまりそのラジオってやっぱりさすごいこう一人で聞くものまあ昔も,も多分まあ一人で聞くもんだと思うんですけどもカップルで聞いてますとか勘弁してもらいます <laughs> こっちがそういう感じで喋ってませんので。で、ねね、別にモテててもいいですけど、モテててもいいですけども、申し訳ないですけど、それは特殊な聞き方だっていうね。 特殊な聞き方だっつってで「あの移住院んかやっかんでるぜ」なんて乳首いじりなんか聞いたりするんでしょ「<laughs> あーはーはは FM に変えてください」F「FM に変えるとセックスの BGM みたいなのがすごいありますよもう」でそのスペシャルウィークだからスペシャルウィークだからそういうのはダメなんですよ今日じゃもうセックスの BGM にもなりうる感じでしゃべりますどうしゃべればあああああん,あん」っつってねえー どこでも愛イしながら、<laughs> どこをアしながら聞いても結構ですよ、えー。じゃあ一応そのメール、メールで今こんな感じで聞いてますっていう、そんなたくさん読めないかもですけど、じゃあちょっとスペシャルウィークになろを本当に今思い出しましたので、サイン入りで自撮り DVD 出したりしますよ。5枚ぐらい。えー、っと、全部で6枚あるんで、好きな缶のやつを融通しますんで、あの、それを言ってください。 メインブラック3みたいなやつでもじゃあいいですよ俺 <laughs> その。出たら、出たら俺買ってきますから、ね。でき、できればね。でもメインブラック3も、メインブラック3多分10月ぐらいに出んだと思うんですけど、俺もう出んだって思ったんでたまたま覚えてたんですけど、あの、普通の、俺の DVD と変わらない値段のやつならば、それを、あの、発行出さんでもなんでも。 <laughs> 買って俺のサイン入れますよ出てもいないのに出てもやし監督もやってないのに出しますか c DVD5 枚出しますんで何、えー、でしょうね過度なボケとかよりはあこういう風に聴いてんだっていうのをちょ,ちょっとなんか知りたいですでそんなのの徹夜のロケを土曜の夜にやってたから朝方 7時ぐらい前、まあ、なんだかんだロケやってたかな。それで、その日オフだったんで。で、ちょっとファミレスで飯食ったりとかして、家帰って。なんなんだろうね、その、まあ、月曜終わってからも割とそうなんだけど、その深夜感覚で、さらにしばらく、その頭が活性化して眠れないからドラクエやったりとかして。これで、あ、ドラクエ俺そろそろ限界か、なんか、ドラクエ10ってんて、 もうね、レベル上げがとにかく大変なんですよ。レベル上げがすごい大変で、っていうのも、その、少しこうレベル、多分15ぐらいを境に、いろんなこうシステムが使えるようになるんですよ。あの、僕の、えー、キャラクターを酒場に預けて寝とくと、その酒場に預けられてるキャラクターを、誰かが使って、えー、旅をしてくれるっていう。だから、 ちょっと前にあのー、話しましたドラゴンズドグマみたいなやつがついてたりとかまあそれもよくわかんないんだけどアイテムを使うと、えー、経験値が倍もらえるようになったりとかするしそこそれをフルに使った人が、えー、早く溶けすぎて困んないようになってんのか,なんかわかんないんだけどまあとにかくレベル上げがこうの修行感が長くてちょっと とめげそうになったり、ならなかったり。で、しかも、あの、話しかけ、人に話しかけるのが怖いから。あのー、結局僕、こんなオンラインゲームなのに、その他人様のその酒場に置いてった人はお借りしますけども。 そこに歩いてる人と何にも喋らないっていう、<laughs> そういう感じになっちゃってるんで、何かわかんないけど、機嫌を損ねたらどうしようみたいになっちゃって、全然、むくうしだ、淡々とやってる。何のためのオンラインかもちょっとわからないっていう感じになっちゃってて、まあ、それでも帰ると、帰ってこう開くと、あ、誰かがまた俺の、その、うちのバカったりを、を連れてってくれたって思うのが楽しくて、で、開けるとちょっとやるみたいな、まあまあなってますけど、それで、え、ドラクエやって、 寝て、起きて、みたいなのやってたら、ちょっと日にちわかんなくなるんですよ、やっぱり。週一でこの朝、3時、その夜中の3時まで見たいのは、まあ慣れて。で、家に6時帰ってみたいな調整法はなんとなく慣れたんだけど、それがまた土曜日にも山があるのはよくわかんなくて。ほいで、日曜日の夜中、昨日の夜中。結構一日ぐーたら過ごして。まあ、最近ちょっと、 またそのさっきさ、その階段やったテレビ番組で、まだ全然企画の段階なんだけど、ちょっと走りたいなと思って、走る、デブが走るって映画僕はすごい好きなんですよ。僕は走るの大嫌いなんですよ。よく走ってますけど、だからマゾだから、結局のとこそマゾ状態だから、よくここの番組僕は走ってるって言いますけど、とにかく走ることが嫌いなんだけど、それで企画でちょっと走らなきゃと思ったりするんで、 死ぬと結構 DVD 売れるとは思ういい感じで死ぬと DVD 売れるんだけれども、売れた後に入ってくる黄金色の歌詞が使えないっていう、この感じになりますんで、まあ死なない程度にっていう、まあ走ってて。で、何にも今日やんなかったなと思って。で、夜じゃあ走りに行くのはもうきついから、エアロバイク行こうかな、みたいな。 で、またこのエアロバイク焦ごうかなって思って、でも嫌だな、みたいな。まあ、とにかく自分に甘いですから。どうし、でもなぁ、なんつって。え、この、え、ラジオの今日読むネタ選びもあるしなぁ、なんて、うだうだパソコンに向かったのが明け方4時ぐらいか。4時ぐらい。で、言って、45分ぐらい前エアロバイク焦がなきゃなと思いながら、まずバームの買い置きを飲んじゃえば、 絶対に、あの、やるかと思って、バーム飲んで、その後、まだ逃げてるんですよ。ネタ選びからも多分その日は逃げてたと思うんですけど、そうだ、最近日記書いてねえとかっと思って、<laughs> 日記を10日分ぐらい、こう、書いてて。で、それをやるのに、甲子園行ったのいつだっけみたいなんで調べてたら、日程をその朝日新聞のサイトで調べてたら、 月曜日の昼間に、月曜日の甲子園のカードが、例のあの、三振いっぱい取ってる松井くん、松井くんっていうあの、東高学園の人と、あと、高生の3番4番ってのがすごいらしいの。田村くんと北条くんって言ったかな。もうプロが結構狙ってる3、4番がいて、この対戦があるっていうのと、さらに2試合しかなくて、2試合目が、 ええと、あの、何話のだ、まあ、どれだけダルビッシュいるんだよって話ですけど、なる何話のダルビッシュの藤波くんの投員と、例のこの間見た、でーってでってでってで、わっしょーいでってで、わっしょーいで、おなじみの、その、天理の試合がある。 ジョギング、ジョギングじゃねえと、あのー、エアロバイクこぎたいんだよ。こぎたいけど、始発で行かなきゃ間に合わない。<laughs> エアロバイク、だってもうバームな、無駄バームかって話ですからね。バームは飲んでるわけですから。ね。その、高木ブーがもう高橋直子になってるわけですから。<laughs> この中途半端な懐かしさ、何これ何個前のオリンピックぐらいのやつこれ。で、それもうなってんですけど、でも行かなきゃ間に合わないから。で、しかも、 前回は、1日に4試合かったら8時なんですよ。そうすると、こ始発で行ってもちょっと間に合わないんですよ。で、こでも今すぐ出れば、その時点で、4時3、四えー、っと時、時三0五5時 !5 時ぐらいで、この時点で行けば、なんとかなる。で、しかも、品川始発に乗ると、えー、っと、東京始発のやつよりも、ちょっと早く着く。 8時19分ぐらいに着くから、これプレイボールから見れんじゃねえかって言ってやりやしたよ。<laughs> 言ってやりましたよ。バーム飲んでから汗が止まんねえの。もうそのタ、タクシー乗りに行くだけの作業で汗がダクダク出てきて、飲むんじゃなかったらと思いながら、バーカ野郎と思いながら、でタクシーずぶ濡れるタクシーに乗って、ほいで、新幹線の中でネタ選びすればいいやと思って、ほいで、MacBook Air だけ持って、 えっと、行った、行ったんですよ。で、それもさ、そのパってさ、とっさに出たからさ、MacBook Air を入れるカバンを探してる時間がもったいないと思って、ね。で、あの、コンビニ袋みたいなのに MacBook Air も入れて、もう普通の、その、その辺歩いてるおっさんの感じで、コンビニ袋の中にハイテクは入ってるものですよ。それが MacBook Air が当たり目だったらば、もう、あのおじさんだって <laughs> その状況で、その、新幹線乗って、 で、そのまま、ええー、ネタ選びしながら新大阪ついて、で、新大阪から運転手さんにタクシー飛ばしてっつって、これで、甲子園行ったら、ちょうどプレーボールと同じぐらいについて。 ネット裏は結構もう満員だ,だったんだけど、その、一塁側の前の方をいて、一塁側の前の方でずっと見せて、まあ、すごいね、うん、あの、多分今日の段階ではかなりヘッドヘッドに疲れてるような状況で、おそらくマックスの、その彼から比べたら、全然変化球の綺麗とかも落ちてると思うんだけど、それでもその、えー、強打の構成打線に対して、十、多分七八取ってると思う。六七八。 15強、15奪三振取ってて、すごい,い,いピッチングをしてて、ただまあ、ちょっと高めに入ったのを、その、田村と北条っていう、その、構成の3、4番に持ってかれて、まあ、点取られて負けてくんだけど、まあ、見に来てよかったな、っていう感じ。で、えー、で、2試合目の、何話のダルビッシュ藤波も、なんか一人群を抜いてでかいんだよね。で、 たりとしたホームで普通に151キロですけど何でしょうかみたいな球を投げてるわけですよ。でいてまあ天理も全然悪いチームじゃないんですけれどもだからちょ,ちょっとだから分かったことがあるんですよ。ちょっと前回言ったのを訂正させてもらうと天理の「デーってでーってでーってデー,テー,テーワッシイ」ってあるじゃないですか。ね。ってってってワッショイってってってワッショイがどんどん速くなっていくやつあるじゃないですか。あれやっぱ伝統があるから慣れてきたんだと思うみんな。 あれに対する圧迫感に、僕二度目で少し慣れてきましたから、前回僕完全にノックアウトされましたけど、あれに、もちろん慣れてきましたから、あれもう密かに秘密練習ですよ。ブラバンと、その紅白戦の間ブラバンに、あれの、でーってでってでって。 てねえとかをちゃんと入れていけば、ていええ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 天理天理思う。もうこっちに慣れちゃって、もうずっと iPod とかでも必ずその卑怯なバージョンとかを、て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 、どんどこどこどこ、どんどこどこどこみたいなやつを、もう急に、急に、てってれ、ボーイミーツがあるみたいなやつをもう,そういっぱい入れちゃっておけば、向こうのそのもう大 大ピンチ、大チャンスの時に、それ言っちゃえば、絶対リズム狂うから、多分あの、上がってくるやつ。だって、一流の選手は言うもんね。なんか、えっと、甲子園のマウンド立ってて、敵の応援がすごくても、 あれ俺のことを応援してんだって思い込んじゃうみたいなやつがすごいあるらしくて。だから俺なんかだいたいみんな、あの、伊集院さんいつもラジオ聴いてますよって言われても、だ、でも絶対裏で悪口言ってんだろってすごい思ってる、それ全く逆のスター性をみんな持ってるから、それをなくすために、絶対あれはもう新しい、もう天理の新伝統ですよね。あのー、ブラバンとか、やっぱちょっと他と群を抜いてやっぱ天理はすごいかっこいいんですよ。 でも、かっこいいことに慣れられてるから、だからメインをテオナラ。<laughs> メインをテオナラとかにしていく。しかも、このチームは強いぞっていう、1回戦2回戦はいつも普通にやってるんだけれども、さすがに何ワのダルビッシュの時には、もうその T、もう急に TRF サウンドを入れたと思ったら、<laughs> えな、そういうエクササイズの DVD を夜中に売るようになったのみたいな、そういう空気を、あっそうみたいな、なんかちょっとごめん、これ俺だけの感覚かもしれないけど、気の毒感ある、みたいな、その空気を少し出していった方が、絶対、その敵チームもビビるから、それを思いながら、終わって、で、2試合で終わりだから、2時ぐらい、もう1時半ぐらいかな、終わっちゃって、 で、終わった後にもう帰るしかないんだよ。だって俺だって片手にそのコンビニ袋に、の中にさ、あの、MacBook しか入ってないおじさんだからさ <laughs>、ね。おじさんだから何にもやることないんだけど、帰ると、そのまますんなり帰ると、4時ぐらいに、まあ東京つけ4時とか4時半とかに着くじゃん。そうするとさ、ちょっと TBS で入るに早いから、かといって家に、あの、帰るのもなんだから、 なんか、早く行くとどうせまた煙たがれる、煙たがられるんだろうかなと思って。<laughs> で、大阪の日本橋、日本橋っていうところが、なんかこの間、えっ、ー、と、フットボールアワーの後藤くんに聞いたら、フットボールアワーの後藤くんって調合金とかに集めてるすごい高いのが買うのね。あの、もうなんか、自分の子供の頃貧乏だったことへの復讐やっつって。<laughs> それでその子供の頃、今プレミアついた調合金とか買うんで。 で、その、フィギュアとか大阪で売ってんのどこって言ったら、東京の秋葉原がその電気街からちょっとその、えー、アニメ系になったみたいに、大阪の日本橋も今電気街からかなりそのアニメ系に寄ってるから、そういうお店いっぱいありますよって言われて、で、日本橋、行って、で、まあ、そのあたりからもうすげえ俺汗くせえってことにはまあかなり、<laughs> 俺めちゃめちゃ汗くせえっても気持ち悪感になってるんですけど、ね。で、その、 近鉄、奈良行き、乗って、近鉄、日本、日本橋、みたいとこ行って。だから俺全然それでわかんないけどさ、日本橋っていうか日本橋なんだろうなと思って近鉄日本橋からその日本橋のそのメインの、 その電気街のとこまでなっけえのね。35度ぐらいある中にさ、もう俺バーム飲んで風さもう聞いてねえよ、もうそれ。あんも経ってバーム聞いたら何なんだよ、バーム。バームのその力。ね。で、もうもう8 0ベッドベトになってるわけ。ベッドベトになりながら、その日本橋をずっと歩いてたら、 その、もう意識もおろずしてきちゃって、そろそろあれだ、日本橋ってことは、あの、オリンピックのパレード通るなと思いながら、<laughs> おいおい、それは東京の日本橋のあれだよなんつって、ほで <laughs> 自分で突っ込みながらこうやって歩いてて、そしたら、だんだんメイド喫茶の、あの、メイドさんみたいな、あれでもさ、俺まだ東京でメイド喫茶とか行ったことないかわかんないけど、東京出られだったら関西行くといいね。なんかわかんないけど、俺らの中には、これ ABC で聞いてる人は全然逆だと思うんですけど、あの、 メイドさんの格好をしてる人が関西弁って、ちょっと来るね。あのー、なんかそのイントネーションが、お帰りなさいませご主人様っていう定型文みたいなやつは言ってんだけど、どうですかメイド カフェ、カフェどうですかみたいな定型文で言ってるから、どないでっかとは言ってないんだよ。ねえねえねあん、ね、さん、どないでっか、メイドカフェでっせとは言ってないんだけれども、ねあの、こういうちょっと俺のわかんない手探りの関西弁の真似した時だけ、ディレクターの池田がちょっとカチンときた顔するんだよね。で、<laughs> その時に ABC で聞いてる皆さんすみませんって感じがするんだよね。で、あの、ちょっと新鮮な感じするから、なんか東京のメイドカフェ慣れたら関西行くといいんじゃねと思いながら、ちょっとこうやって歩いてた。もうそういう、その、 東京よりも、やたらにあれが多いんだよね。カードゲームのショップが多い気がする。東京ももちろん、あの、遊戯王カードのショップあるけど、俺が歩いたと思うんですけなんかカードショップの方が多くて、フィギュアショップは少し少なめなんだけど、それでも中の一軒に入って、とりあえずその関西と売ってるものちょっと違うかなみたいな見たかったから、入ったんだけど、1階が、いわゆる売れ筋のワンピースとか、それからあと、その、何 えっと、ドラクエとか、まあ、あとは軽音とか、ああいう感じのやつなのね。で、2階が、2階ちょっと怪獣とか、でもやっぱり、あ、ガチャポンだ。ガチャガチャのフィギュアみたいなのがあって。で、1階まる見て、それほど知らないのはないなっていう感じ。で、それで、2階回っても、まあまあ持って、まあ俺ちょっと狙ってるやつでは少し欲しいのが、なんて会社だったの忘れったな。アートストーム。アートストームっていう会社の、 タッコング、オイル怪獣タッコング。タッコングってわかりますよちょっとタッコングの話をさせてもらいたいんですけど、丸いタコなんですよ。タコなんですよ。タコに手と足がついてる感じなんですよ。だけど、やっぱりちょっとそのタッコングっていうのがかっこいいなって思うところは、普通、その怪獣の着ぐるみってあるじゃないですか。怪獣の着ぐるみは人型じゃないですか。人型で、まあ顔のとこもしくはまあ多少工夫したとしても、えー、っと、怪獣の首の部分に人間の頭が入ってるじゃないですか。 タッコングはその丸いもうタコの怪獣なんですけど、ちょうど、こう、ボコチンのところに顔があるんです。顔があって、で、その上半身はでかい体で隠れてて、まあ一応手はあるんですけど、そのタッコング、だから僕の中では、多分中でタッコングを演じてる着ぐるみのその,その役者さんは、担当の人は、自分の祈祷に顔がついてるつもりで、自分の祈祷にもう、が、 キャーってなってるつもりで、自分の気筒がオイルが飲みたくて飲みたくてタンカーを襲いコンビナートを爆発させるつもりで、<laughs> フラーッ <laughs> どうだっつって <laughs> やってたんだなっていう感じのオイル怪獣タッグコング。で、まあ僕はそのもともとフィギュアのデブキャラコレクションもやってますから、この、まあいくつか、 怪獣の中でもいくつかそのデブが際立ってる。一つはメガトン怪獣スカイドンっていう一番重いやつ。それと、まだ買ってませんけど、えっ、ー、と、真珠を食うガマクジラっていう、なん、なんだかもう、あの、クラスにいたらいじられまくってるデブみたいな、あの、ガマの怪獣と、そのタッコングが欲しいんですタッコングもしかも、アートストームっていう会社のタッコングが限定品で出たらしいんですけど、すごいの色が、もう本当に、 もう、なんだろう、うベテランの板さんの作った身がこの色してるあ、なんつったらいいんですか赤茶色。吸盤の中はそれが薄く。吸盤のくぼみの時はそれが濃く。もう、これどういう風に作るんですかまず吸盤の中の汚れを出すのに、その、あれ、あれやね。あの、大根で叩いて汚れ出した後、<laughs> 椿の葉っぱを入れて一緒に2万のやっていう、それをね、池田怒っちゃねえ。俺も手探りでやってっからさ。俺が今、そのなんかわかるけど、関西の小料理屋の板さんに敬意を表して、これ関西の人の方がこういうの凝ってんじゃねえのってやってるわけですから、ね、その色なの。そのタッコングが。 このアートストーム社のタッコングが一番タコの柔らかにが上手に。<laughs> 絶対これ、八崎降臨で切るか、アイスラッガーで切ってば、セブンとは戦ってないんですけどね。それ戦って切ったら、もう、お通しでこのレベル組んだったら、この店はいけんなっていう感じのタッコングが、あの、ねえかなと思ってたんだけど、怪獣売りはタッコングがない。なくて、まあまあないわなって、もう本当にすぐ売り切れちゃう。こういうところって、 こういう本当に怪獣心のわかるお店の作ってるものはよくできてる代わりに限定品でお値段がお高い。でいてもここが出たら買おうと思ってる人がいるからすぐなくなっちゃうっていうのはまあ分かってるんですけど。で、えー、タッコングがまあ、はなくて。で、最近そのまたフィギュアも集めてるんだけど、また集めてるのも面白くなってきたのはやっぱとにかくネットで調べてると、えー、赤塚不二夫さんの会で猛烈あたろうに出てくる豚松親分っていう。 ね。まさかねえだろ。まさかねえだろと思って、その、検索してみると、猛烈当たろう、豚松親分、画、えー、えー、画像検索で、猛烈当たろう、豚松親分、えー、っと、フィギュア、濡れそぼる三つ壺。<laughs> <laughs> ね<え> <laughs> 中南米マフィアの報復、<laughs> 首とか入れると、<laughs> うわ、こんな映像出んだ、みたいな。<laughs> マイナス豚松親分。うわこんな、えー、グロいみたいな。何探してんだじゃあもう。でやってたら、こんなの出てんだ、みたいな。当たんので、しかも、これが俺の中で今、醍醐味なんだけど、やっぱりそういうレアだったりとか、全然その有名じゃないやつって、そこから登っていくと入っていくと、どこともリンクが繋がってないような商品ページに行くのよ。なんかもう、一応カートに入れるってできんだけど、そこの、 ええと、その一番メインのホームに戻るみたいのを押したら、カートに入れる生産するはできるんだけど、ホームに戻るっていうのはできなかったり、そこのホームのページからは二度と行けなかったりとかするんです。だから何かリンクが全部切れて切れて、随分前にあった商品ページだけが残ってるみたいなのあるわけ。で、そこに、さすがにクレジットカード嫌だから、代引きで入れると、 次の日来たりするのね。生きてたんだこれと思って。<laughs> 豚松親分。豚松親分と古分の豚のセット来て、あと心のボス。心のボスと心のボスのその部下みたいなやつ来たりとかして。<laughs> で、まあ結構これハマってるんですけど。で、そのお店が、まあ、汗だるまですよ。ね、もうくっせえですよ。ね。 あのー、夏の終わりのカブトムシを飼育していた後の腐葉土だけ残った土みたいな。あのー、そんなに悪く言わなくてもいい。<laughs> そこまでは言ってなくないで、その感じで、まあ、その塩田が上がってくるんですけど、3階に、また、ちょっとレアフィギュアありますよ、みたいな書いてある。特に、スターウォーズ他、みたいになってるんだけど、もうさ、階段の3階きつくね 俺ね、もう全然小学校とか若い頃に戻りたいと思うことほぼないけど、すごいな、中学生とか小学生って。4階まで階段で行ってさ、4階から階段降りたりとかするじゃんか。俺だって今だったらもう、中学校3年でクラスどんどん上になって4階になったら、もう、特別な用事がない限りは住むね。<laughs> でもう3階行かなきゃなんないわけ。どうしようかなって別に。 その具体的にこれ欲しいあれ欲しいもんもうその怪獣コーナーを超えたらないし、スターウォーズはこれといって欲しいのもねえからなとか思いながらね。ただな、せっかく来たんだからと思って。 三、まあ一応もうみんなとも話したのよ。ね。あのシェルパーのみんなとかも、この天候ならいけるっつって。<laughs> ね、俺の中の、俺の中のシェルパーも荷物が少ないから、今日は荷物が少ないから、この天候これ冬だったらおすすめしないっつんだね。むしろ夏だからこそ行ったらどうなんだっつって。歌おうっつって。<laughs> 娘さんよく聞けよ。 耳の出し麺を取れよーなんつって。お前聞くつもりねえだろお前俺がずっと喋ろうとて言ってたら耳に出し麺つってるんだって言ったら、俺の言うことなんか全然聞いてねえんじゃねえかさっきからバカ野郎はあはあじゃねえよー ね、絶好調です <laughs> 絶好調なことが、まあ、むしろ皆さんにご迷惑をかけてるええまあ中,が中畑清のギャグのテンションと全く一緒です中畑清のギャグが絶好調の時には多分横で高木豊コーチとかがケッてなってくるっていうあの感じと今一緒の状態になってますけどほいでまあその一応テントで一発はしましたけど <laughs> 体を体を整えてね感じを整て一歩一歩上がっていったんですよ一人グリコ一人グリコを しながら何度も愛好ですね <laughs> 何度もあいこで悩んでるんですけれども単に両方グーとグーで愛好だから進めないって僕は悩んでるんですけど周りで見た人はドラえもんの真似なんだろうなと思いながらまあ見てる状態でやっと3階に行ったらそこにあの PPC っていう会社の PPC っていう会社もこれいいんですよ PPC かな PCC かなまあその会社の キンマンの悪魔超人のシリーズがあるんですけど、ここの僕が欲しいのは、好きなのは、欲しいけど売り切れてるのは、ザ・マウンテンっていうやつと、ビッグ・ザ・ブドウっていうやつと、まあ、ちょっと迷うけどサンシャインっていう、まあ、デカブツ、あの、キンマンの怪獣の中でもま、デカブツ系で、特に、そのザ・マウンテンはデカすぎて、俺の家のフィギュアのその棚に入らないんですよ。だから、えー、ビッグ・ザ・ブドウが欲しいです。 ビッグザブドウが欲しかったんだけど、ビッグザブドウもやっぱその、この b p g って会社もおそらくそのアートストームとこと一緒なんでしょうね。その、マニアの人がやっぱり待って待って買ってすぐなくなっちゃうから、あのー、ないんですよ。全然その売りにも出ない。売り切れてるっていう状態で、そういうことんだらけとかをくまなく歩いてもないし、出た形跡があるやつでも、多分、1万5、6千円になってるんですよ。 で、それも売り切れてるんですよ。一番、俺も勢いつきは1万5、0 0 0円買いかれないんだけど、ないんですよ。したら、大歓迎のやつで、ビッグザブドウなんだけど、箱がない。全くない。俺大好きの。箱がない、パッケージがない。そして今池田から、時間がないから CM。3拍子来た今 !3 拍子来たよ !3 拍子来たぞー そんな喋った俺。1分、1分しかないの、ここ。じゃあ、ちょっとメールです。えー、今、どういうふうに聞いているか、ペンネーム、三茶でパン屋。 えー、ラジオがエアコンと近い場所にあって、エアコンをつけるとノイズが発生して聞きにくくなるので、エアコンを止めて汗を流しながら聞いてます。うわ、なんか、俺のそ想像するありがとうな感じにすごいなってるわ。あと、えー、それから、ラジオネームちゃんのりちゃん、CM のタイミングがわからず、うんこを我慢しながら聞いています。CM に入ったので、今からうんこに行ってきます。 で、え伊集院さんの DVD の1、2巻を買ったので、3巻か、漫才ギャングをって書いてありますけど、<laughs> えぇ、ー、サイズの漫才ギャングにー、ね。でもこのタイミングで言って、これは多分今 CM 溜め切ったから、まんま全部連発して、後で、その、いえ二、ー、2時台でガーッ喋るのかなって思ってたら、この1分間だけ聞き逃してる可能性ってあるよね。うんこ帰ってきたら、ほぼ元通りのように、繋がってるわけでしょ うっしっしだよ。うっしっし。<laughs> さあ、今日はスペシャルウィークということで、皆さんからメールをいただいて、その、いいなっていう人にはですね、なんか、えー、お好きな DVD に10位からのサインを入れてあげましょうという、まあ、もともと予定してたんですけどね、先週から告知してた通りそれをやってたんですけども、<laughs> 番組開始15分後ぐらいに思いつきましたけども、<laughs> えー、えー、ラジオネーム、えー、しえのり。 僕は眠くなってしまうので机に向かいながら明るい部屋で聞いています。あ、むしろ俺のインスター、逆の方なんだね。えー、それからですね、えー、あ、これもいいな。古畑人人人三郎。僕は今、自室でクーラーをかけ、パンツ一丁でタオル,タオルケットに包まれながら横になってラジオを聞いています。ちなみに、弟の部屋から、おそらく、手慰みをしているような雰囲気が伝わってきます。<laughs> いいんだね。えー、北海道の女の人、小顔マッサージをしながら聞いてて、この後美脚ストレッチっていう、全然食い合わせ悪いと思うよ、俺。ね, <laughs> ね。っていうことはわかんないけど、俺が今ちょっとだけエロいなと思うのは、俺たちはギャッハッハッって笑ってた、ロリータの、あの、クリトリス切れた話、多分この人は痛いって思って <laughs> 何ナンわかんねえからね。何ンは全然それわかんねえからさ、ねえ。う、えーうわ ラジオネーム、えー、デスシンプ。えー、夜泣きしてる子供にミルクをあげながらだって。っていうかさ、このラジオ消すと夜泣き止まるような俺は気はするけど <laughs> ね。うんね割と多いのは大学生の方のラジオネームタケのコパソコンのラジオで聞きながらネットサーフィンをしている。まあラジコで聞きながら、パソコンのラジコで聞きながらネットサーフィンをして <laughs> エッチなサイトを見ていますって書いてあるんだけど、これね、結構持ってかれっかんねもうぜ絶対そっちになるから。 あの、僕だってありますからね、その、ネタ選びをしていてね。それでいて、何の気なしにそのエッチなサイトに入っちゃって。<laughs> まあ、今回も新幹線の中で。そんなの限界じゃねえか <laughs> 新幹線の中ではさすがにないですけど。<laughs> まあ、そんなですわ。えバカアットマーク TBS.co.jp。バカアットマーク TBS.co.jp。また、まあ、ジャンルなしでファックスも入っております。東京035562の954で、ね。東京035562の954で、ね。で、ビッグザブドウなんですよ。 <laughs> ビッグ・ザ・ブドウもしかも、なんかね、多分その一緒に入ってたパーツが多分ないないも欠損してるかもです。ね、でも、俺ね、その俺の中では、パーツ、あの変えようのパーツ、多分ん昔はすごいあれ、いっぱいある方が好きだったけど、今はなんかなくていいのね、なんかこう、飾ってる時にに、このパーツ変えようかな、変えるのやめようかなみたいなのちょっとせわしないから。 それパーツはどう、どうでもいいから、おそらく、クロスボンバー、ビッグザブドウと、あの、ハルクホーガンみたいなやついるじゃん。ネプチューンマンだっけネプチューンキングだっけなんかその、二人コンビ組んでて、で、クロスボンバーかなんかで、えー、と、マスク狩りみたいなのをやるんですよ、ね。そのクロスボンバーにする用の腕みたいなの多分ついてるはずそれがないのかなだから、4000円っていう。 俺の予想してた価格より全然安くて、で3階での、その、開け、その、そのまま持てない、その、ショーケースの中に入ってるわけ。ね。うわ、こう、一五一会で来たと思って、このタイミングで3日あったと思って、すぐと思ったんだけど、今どこも経費節約で、3階にもレジのコーナーあるんだけど、誰もいないの。どうやら1階まで掘りて、<laughs> もう一回、その上まで上がってきて、開けてもらって買うパターンっぽいんだよね。本当にその時、ヘロヘロだったから、この俺がだよ、ね。飲まず食わずで、しかもその前の日の晩飯も食ってなくて寝てたから、考えてみたら、ほぼ飲まず食わずで野球見てて、完全に体力ないから、一応ジュースは買うもののですよ。ね 売店でカレーを買うこともなくですよ。そのもう午後3時過ぎぐらい、もうな、3時ぐらいになってて、ヘロヘロの状態で一山登ったんですよ。それを戻ってきてっていう、1階まで戻って頼んでこれ買うみたいな。でさ、もう自分を騙さなきゃ、もうやめたと思って、自分を騙さなきゃって言って、またでかい、思った以上にで,でかいんだ、このビッグザブドウも。高さ、 よ、下手したら40センチぐらいあるんだ。で、結構その、棚のスペースも通るじゃん。俺、ビッグザブドウそんなにいらないからな。<laughs> そんな、ここだけ急にね、みたいな。急にビッグザブドウだけこんなでかいなっても、ねー、みたいな。ね、えーえー、って思うんだけど、でもここで買わないとこのパターンに会えることねえなと思って。 二階のレジにはいたっけなんて。二階の、しかも、脱せえのが、そのダンスを少しでも縮めたいから、こう階段途中で折り返してるみたいな、店内にある、ちょっと螺旋階段っぽい階段なんだけど、その途中からぴょこっと二階の下見て、レジ見て、大声で呼んでろかと思ったんだけど、え二 <laughs> <laughs> 階ぐらいやないん、ね、やっぱ一階しかないねなんならそこから、筋肉マンツの中で言うと、ジェロニモのおたけびぐらいの声を出して、<laughs> もうね、あれですよ、サンシャインを砂に返すぐらいの勢いでどんだけ集英社をしてんだよ <laughs>、ね、大きな声で、<laughs> タさん、スタッフー、スタッフー、これ今、俺の考えが面白いやつ、<laughs> みんなも使って、ね、その言おうかと思ったぐらいですよ。ね、で、1階まで降りて、汗だくだくなんだけど、なんか。 そこでもう完全にあの3階の,のショーウィンドウの中に入ってたビッグザブドウが欲しいんですけどあのもう完全に取ってこいよっていう俺はここで俺は待ってるからもう欲しいものをこれだけ明確に言ってんだから3階の入った奥の棚のところに「筋肉マン」のフィギュアがいくつかあった中にあったビッグザブドウが欲しいんですけどって言ったところでもうあのその鍵取って。 さあ、ついてこいっていう感じでまた、やろう、<laughs> やろうが。ね。お前後ろで豆数えてろっていう。<laughs> ねまあ、これあの、八甲田ださんに、一時に前田銀さんが何歩歩いたかわかんなくならないように、ま、豆を数えるっていうシーンがあったことを知らないと、何にもわからない。豆数えるって何だよって話なんですけど、また3階まで上がって、 声で、もう、傷ないか確認してくださいなって。もう、ああ、もうそれでそれで <laughs> で降りて、で、ビッグザブドウ買って、で、包んでもらって。で、結構そこからまた、南波ば駅、な、俺、の大阪の駅ってさ、いっぱい同じような名前の駅ないなんかその、近鉄、近鉄、日本、日本橋と、地下鉄の日本橋と、南波ば駅も南海、南波ば駅と、 ほいでなんかもう、あの、あの、心の何倍駅、幻の何倍駅、<laughs> あの日の何倍駅等がすごいあるじゃないですか。<laughs> ほいでさ、もうそのう、歩くんだよね、またそれが。その、新大阪まで。で、またビッグザブドウ買っちゃってるから、予想が、しかもそこで急にその貧乏風に吹かれ始めて、行きの新幹線代で、行きタクシー乗って俺、それ行っちゃってるから、タクシー乗ってこその甲子園まで行っちゃってるから。 それと、ビッグザブドウとか足していくと、うわ、思いつき通りいくら使ってんだってなってるから、もう電車って思い始めちゃってて、で、その南馬駅からその270円で新大阪まで行けるんだから、新大阪まで行こう、その電車で行こうと思って歩いてたら、手汗がびちょびちょでさ、入れてもらってたさ、紙手下げの紐が、<laughs> ティアバームバームだからそんなに聞かねえんだよ <laughs> そんなに長く聞くバームなんかねえよどう考えたって。ば、もう、その、びっちょびちょで切れちゃってさ。だから俺さ、あの、気持ちよくさ、街角に名物の、名物の女の人いないなんかさ、もう40ぐらいで下手すら女装、おば、おば、女装、女装しててさ、おじさんになるもんなってことね。女の人は男の人でさ、よくずっとさ、テディベア抱いてる。 あの、おばさんだかおっさんだかわかんない人とかいるじゃん、名物の人。ねえ、でいてまた、ちょっと、ちょっともしかしたら、秋葉原とか、その日本橋とかって、いてもおかしくないじゃん。確かに、いるんだ。そういう感じのコスプレしてる人とかいるんだ。まあ、クマは抱いてないまでも。 あ、こ、こ、その痛い人みたいな感じで、俺その上行く感じの汗だらだら流して、直接ビッグザブドウを抱いてる。<laughs> <laughs> 直接ビッグザブドウを抱いて、片手のビニール袋の中に、マックブックエア r を入れてる。奴 <laughs> が意識朦朧落としながらその、日本橋をずっと歩いてるんだ。しかも俺今日さ、その、暑いから帽子かぶんなきゃと思って、行きに急いで出てくる時に、普通に野球見に行くんだから野球帽をかぶればいいじゃん。なのに、 玄関にあったのが野球棒じゃなかったから、ベレー帽をかぶってるんだ俺。ベレー帽にだよ。ベレー帽しかもベレー帽塩が浮いちゃってさ、その日の昼間で、塩の浮いたベレー帽と、右の袋からマ o クブ Air が顔出しててけ、左手にしっかりと、巨大な40センチのビッグザブドウを抱きかかえてるビッグザブドウじゃん。もう気持ち悪いんだ、もう完全に。 もうさ、あと、くせえし俺確実にくせえしっていう、そんな昼下がり一方その頃銀座ではですよ、パレードが行われた人気者の気持ち悪い俺そんな歌ですメール今どんな感じでラジオ聞いてますかってもう普通のことでいいんで報告してくださいってことなんですけども、結構ね、ドラクエやりながら、あ、言われてみればいいかもな、ね。その割と淡々とやんないやんない時間が長いから、ドラクエやりながらってあんなぁ。 スペシャルウィークだからドラクエやりながら山里くんの番組でも聞くかなえーん、えー、っと、大阪府とっとこよしたろう、ドラクエ10やりながら聞いてます。結構たくさんいるから、ちどっかでちょっとあの言ってみて、聞いてるつって。<laughs> ね今、伊集院の番組聞いてるんだけど、みたいなやつ言ったら、もしかしたら、あ、そう、みたいな。わ <laughs> かんないけど、なるかもしんない。なるかもしんないじゃない。 あとはですね、えー、カツオの孫。<laughs> このパターンあんだね。このパターン、俺、生まれてから一回も経験してないけど、まあそうで、間取りによってはあるよね。今、母の隣で静かに聞いています。母は眠っていて、伊集院さんの下ネタやら、ギャグを聞くたび笑ってしまい、母がいつ起きるか心配です。はあ、だから、間取り的に、そうなのか、 まだ父離れできないと。まあ、だ、お母さんが君におっぱいをあげる夜授乳の時間が、君が夜泣きした時に授乳しなきゃならない。お前いくつだよ。大人びてんな。すごい大人びてんな。そう考えたらな。えー、奥さん。奥さんのことですよ。奥さん。奥さん、最近乳輪が黒ずんではいませんかさあ、これでいいかそんな CM の生き方ねえだろ。エンディング。もうエンディング。 えー、じゃあちょっと時間ある限りメール読みますけれども。じゃあちょっと、その、このメール読まれた今日全部のメールの中から5人の人に DVD 送りますんで、それは発送をもって返させていただきます。 久々にこんなまともなこと言ったね。えー、っと、ラジオネーム菩薩。僕はトラックドライバーをやってるので、この時間は運転をしながら聞いてます。えー、エロ話の時は勃起しながら運転しながら聞いてます。おお、ありがとうございます。トラックドライバーの人が、その、こう深夜放送を聞いてくれてるっていう感じは、なんか僕の中でも正当な感じで、しかも、 そこに OK もらえるとありがたいねっていう感じするね。なんかわ、わかんない。タクシードライバーの人はトラックドライバー。あと、あの、アマゾンとかが届くのはあなたのおかげです。ありがとうございます。<laughs> ね、えー、これから、えー、ラジオネーム、みなしたてんさん。今、コロコロコミックの新人賞に投稿するための漫画を,を書きながら聞いています。クリトリス切れちゃったみたいな話してんのに。<laughs> えー それから、この人は、ペンネームはない町田市の方です。風俗店の受付をしながら、店でラジコで聞いているって。どうよ、今。どんな感じの、どんな感じの風俗なのどんな感じのやつなんね。えー、風俗店の受付で、俺のラジオ聞いて、エロいな。別にエロくねえんだろうな。別にそうです。だから、クリトリスが切れちゃった話とかとは相性がいいよね。別に相性とかの問題じゃない。えー、どうなんすか、ペンネーム眉毛。 ゲームをどうなんいいすかどうなんですか気がついたらあれじゃないですかネットゲームのつもりでワニの背中をタイプライター見て叩いてて、狐に任されたみたいな話じゃないですかその最終的に。<laughs> ね、えー、ラジオネームゴジャッペ。今日は横浜のネットカフェでラジコで聞いていますだって。あ、火曜日に寝坊しないように、こうその、えー、火曜の仕事の近くの、 ネット壁に必ず止まって聞くっていう。ありがとうございます。えー、公園で暴れてごめんなさい。これはーネームね、暴れないさいよ。<laughs> エアロバイクをこぎながら大量の汗をかいているデブでございます。これフルで行けたら相当なもんだよね。えー、廊下にアマガエルがいます。ゾンジドンさんからいただきまして、<laughs> いるんだね。今すごい、黄緑色がすごい浮かんだね。えー えー、高3受験生女子です。日本史をやりながら聞いています。天保の基金とかよりクリトリスにピアスを覚えてしまいそうです。えー、覚えろ。覚えろ。